プラグパワー方式じゃないので、まあ、バッテリーがいるっていう電乾電池がねいるっていうのが、まあ、デメリットなんですけども。はい、こんにちは、重工房のフラッシュです。今日もね新しいものが届いたのでご覧に入れましょう。何かな。おっと、今日届いたのはですね、こちらです。新しいマイクロフォンですね、届きました。ガンマイク、これはあの、商品提供があったので、レビューさせていただこうと思います。まあまあ高い、5000円ぐらいするガンマイクなんで、まあ、乾電池式ですね。ちょっと先ほど入れてみたんですけど、乾電池式で、まあ、あのバッテリー供給が、バッテリーを供給しなきゃいけないタイプですね。電源供給タイプじゃないタイプということで、まあ、こんな形がね、ちょっと変わった形で四角いやつね。で、こういう風防がついてまして、それ以外にもこういう、その風用に本当に屋外で使うようなね、モフモフがついているということで、まあ、こっちをつけてもいいですかね。使い分ける理由が何かあるのかな。よいしょ。こんなんですかね。こんなですね。すごいね、これ。犬が、猫がじゃれそうな、すごいですね、これ、本当に。はい、こういうのがついてました。で、あとは携帯用のっていうか、まあ、袋、ポシェットというかね、袋がありましたね。これ入れてたらこれに入らないよね。まあ、これだけでとりあえずは行ってみる、いけるんじゃないかと思いますけどね。はい。ちょっと実際にカメラにつけてみましょうか。今、あの、実際このカメラでは、いつものあの、ズームのね、マイク、H4、H4N ってやつね、H4N っていうのをずっと撮ってるんですけど、それにちょっと付け替えてみましょうか。はい、今これがですね、ガンマイクを使っている状態ですね。どうですかね、聞こえは。レベルは先ほどと同じですけどね、カメラと私の距離は1メートル20ぐらいですか。1メートル20ぐらい空いてる状態ですけどね。まあ、これぐらいだと、多分綺麗に拾ってるんじゃないかと思いますよね。試しにあの何もない状態、マイクロフォンつけない状態でね、ルミックス の、 あの GH3 ですけどね、カメラだけのマイクの音を拾ってみましょうか。ちょっとやってみます。はい、これがあのカメラだけ単体ですね。カメラの直接の 音になりますね。多分あの天井に跳ね返っている感じのこうちょっとこもった音が入っていると思うんですよね。なので、まあ、実際そのマイクによって入り方が随分違うと思うんですけど、これが、GH3 内蔵のマイクロフォンを使った音声です。ルミックス GH3 のですね、内蔵マイクロフォンの音声いかがでしょうか。で、続いてもう一回ズームのですね、 H4N に変えてみましょう。はい、こちらがですね、ズームの H4N、まあ、ハンディレコーダーの音声ですね。やっぱりこうかなりこれいい音で撮れてると思うんですよね。まあ、これは多分一押しのマイクロフォンなんですけど、屋外でこういう音質取れないもんですから、これちょっと図体が大きくてですね、外に持ち出すにはちょっと大きさが大変ですよね。まあ、そういう点ではガンマイクなんかが使いやすいんじゃないかと思うんですけど、この音はズームの H4N のですね、音声です。机の上に、ね、50センチぐらい離れた状態で撮ってます。続いて、今回の新しいガンマイク、はい、これがですね、新しく来たマイクロフォンですね。プロチュアさんのガンマイクですね、の音声です。実際マイクの入り具合は、ね、いかがでしょうかね。今実際 1.2 メートルぐらい離れている状態ですが、いかがでしょうか。音声のテストです。あゆえをかきくけこ、プロチュアのマイクいかがでしょうか。マイクテストですね。でもう一回、ズームに、ね、戻してみましょう。はい、まあ、多分この音声が一番いいんじゃないかと思うんですけど、これがですね、ズームの H4N のマイクロフォンですね。音声はいかがでしょうか。あゆえをかきくけこ、音声のテスト中です。ズーム H4N のマイクロフォンです。はい、こちらがですね、 GH3 ですね、ルミックス GH3 のノーマルマイクですね。音声はいかがでしょうか。アイウェイをかきかこ、 GH3 のノーマルマイクですね、内蔵マイクです、いかがでしょうか。はい、ということですね。まあ、これ今ガンマイクの音ですけども、いかがでしょうかね。ちょっと実際に私にはまだ聞こえてないので、どんな感じなのかまず聞き取ってないので分かりませんが、なんかこう見た目はいい感じですよね。ちょっとお値段もね張るので、5500円ぐらいですね。5500円ぐらいのマイクですからね、それなりにいい音で入ってくれてると思いますが、いかがでしょうか。ちょっとあの室内ではなかなかね分かりにくいと思うので、屋外出てね
外の音を取ってみましょうか。外で取ってみます。距離をね測りながらやってみます。はい、実際に屋外にね、来てみました。これがあの通常モードの3メートル離れている状態ですけども、このカメラはあの音声がですね、通常モードっていうのとノイズ低減モードっていうのがあります。これ今通常モードで撮ってますけど、ね、3メートル離れてます。もう少し離れてみましょう。はい、こちらは通常モードですね。6メートル離れた状態ですけども、音声の入り具合を理解します。通常モードの6メートルですね。ちょっと車が横を、ね、通ったりするので、そういうノイズも、ね、入ってきていますけど、まあ、それも含めてね、このマイクを性能だと思った方がいいと思います。はい、これはですね、通常モードの9メートル離れています。頻繁に車が通ってますからね、後ろの音がうまく入っていることになりますけども、これがギリギリぐらいかな。ちょっともう少し離れてみます。はい、これは通常モードですね、12メートル離れているんですけど、音声の入り具合が違うんですね。もっとそういう気持ちかな。もう少し離れてみましょう。はい、ここまで来るとですね、通常モード15メートル15メートル離れた状態、私の声の音は非常に全然変わってないので、これで走ったら素晴らしいと思います。ということですね、これが通常モードの音声の入り具合ですね。まあ、車がね、もうちょっと走ってるので、かなりこう周りのノイズが入ってると思うんですけど、まあ、うるさくないですかね。はい、うまく撮れてるでしょうか。では続いてですね、ノイズを低減させるモードですね。ノイズ低減モードで、撮っています。これは今通常あのノイズ低減モードの3メートル離れているですね。先ほどの3メートルとね、いかがですかね、違いがありますでしょうか。はい、ここがノイズ低減モードの6メートルですね。音声の入り具合はいかがでしょうか。ノイズ低減モードの6メートルですね。まだね、これノイズが結構周り車走ってるので入ってくるんじゃないでしょうかね。はい、これがノイズ低減モード9メートルですね。9メートル。こちらにだんだん苦しくなってきたんじゃないですかね。ノイズ低減モードの9メートルですね。最後になります。はい、ノイズ低減モードの12メートル。12メートル。いくらですかね、12メートル。難しいかな。最後になります。はい、ここでですね、ノイズ低減モード15メートル。ノイズ低減モードいかがだったんですかね。ノイズ低減モードですね。多少効果が出てるんでしょうか。ちょっと私も聞いてないので分かりませんけれども、それに戻って確認をしていきたいと思います。うるさいよね、車走ってるのね。はい、ということでノイズ低減モードでした。はい、実際にですね、現場で使ってみてどうだったですかね。違いが分かりましたね。今ちょっと聞いてみたんですけど、やっぱりあのノイズ低減モードというのが効果ありましたね。と近いとむしろね、ノイズ低減モードじゃない方がうまく入るんですけど、9メートル、まあ6メートル以上離れていくとノイズ低減モードの方が明らかにこう音を拾っていましたね。あとあの後ろを走る車の音って常に変わらなかったんですけど、ノイズ低減モードだとこう後ろにいる走っていく車っていうのはあまり音を拾ってなかったですね。はい、ということで、非常に良かったんじゃないですかね。で、まあ、通常の従来私こちらのね、こういう2000円ぐらいのガンマイクを使ってたんですけど、まあ、これもやっぱ電池式で、まあ、不便ながらですね、あのこれ使ってたんですね。で、これはこれで良かったんですけど、それと比較してですね、やっぱこちらはあの5000円以上するマイクだけあって、まあ値段なりにですね、性能高いなっていうふうに感じました。まあ問題はそのバッテリーのプラグインパワー方式っていうのかな、プラグパワー方式じゃないので、まあバッテリーがいるっていう、乾電池がね、いるっていうのがまあデメリットなんですけども、まああの性能的には、なかなか良かったんじゃないですか。この前のやつはね、このノイズ低減モードってなかったので、ああいうノイズのあるところではこちらが効果的かなと思いました。これね、一番この左側のスイッチ、これを上に上げるとノイズ低減モードになるんですね。はい。まあ、あとはあの、音量そのものを、ね、下げるモードもありますけども、あとこちらですね、これもあの、衝撃をこう、
直接ゴトゴト音がしないですね。カメラが揺れてもこのマウントがショックマウントになっているので揺れてくれるんですね、はい、そういう意味ではこうゴツンとぶつけたりしてもですね、この音を直接拾わないということで、これもまあ気が利いてるなというふうに思いました。まあお値段なりですかね。合わせてこの強風の時にはこの風防がね役に立つんじゃないかと思いますけどね。はい、ということで、実際にまあ使ってみて、まあ率直な意見としては、まあ、お値段も多少高いですけども、それなりに効果があるかなというふうに思いました。これからはね、これ第一線、まあ、屋外で使う時には、屋外の撮影にはね、まあ、これとこれ持ってって録画撮りたいなと思っております。いや、いいじゃないですか。これかっこいいし、ちょっと大きいけどね。うん、まあ屋内で使う必要はないと思いますけども、屋内は従来通りね、このズームのマイク、このマイクですね、このマイクをね、いつも使ってます。はい、ということで今日はですね、新しく届いた、ガンマイクですね、プロチュアさんのですね、ガンマイクのご紹介でした。もしよろしければですね、 Amazon のリンクを貼っておきますのでご覧いただければと思います。まあお値段多少高いですけどね、やっぱりこういうの高いなりにそれなりですね、お値段が安いものはそれなりなんですけど、まあ、どこまで求めるかだと思いますので、もう音質をとってもすごくシビアに求める方はね、もっと有名メーカーの、まあ、1万円超えるような、ね、マイクがいいのかもしれませんけども、まあ、その中間ぐらいのマイクとしてはまあまあいいマイクではないでしょうかね。はい、ということでプロチュアさんですね、ガンマイクをご紹介させていただきました。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからもね、皆さんに役に立つ情報をお伝えしていきますので、よろしければ、はい、チャンネル登録をお願いいたします。以上、重工房のフラッシーでした。岩さん、こうやって測れるんですね。そのカメラまでの距離は 1.1m みたいなね、こんな風に。これもおすすめです。これもおすすめです。さよなら。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がよろしければグッドボタンを、私に質問のある方はどんどんお寄せください。それでは次の動画でお会いしましょう。